そんな武器あったっけ？っていう人多いかもしれないわね。どうかしらで、嘘つき、高評価、チャンネル登録、お願いね。バダーダラダダンブルドー先生。はい、皆さんこんばんちは。元気かしらで。いやーにしても外がね、メタンコ熱くなってきたわね。そろそろピクニックでも行こうか。話をするカップルが、ね、出てきたはずよ。ピクニック美しいよね。上野動物公園でバンドを見ながら、桜を見ながらピクニックをした、あの日一緒にピクニックをしたあの子、元気かしらね。みんなの忘れられない恋ってあるかしらね。私はね、アルカトラズ、ダンブルドー先生ということで、その子のバンナコタルさんとゲーム実況していくわ。基本からはね、ペペー社を使っていくわ。ただこのペペー社はね、ターンならそこら辺に落ちてもペペー社とは一味違うわ。え、何が違うって？わしが聞こうと思った、どこだと思う？わしが聞こうと思った、どこだと思うかね。正解よ、レジェンド迷彩なのよ。でもね、ただのレジェンド迷彩じゃないわ。これはね、ダンブルドア校長先生くる先生からサスケくんから受け継いだ火の意志が宿ってるのよ。ま、つまり私は最強っていうこと。みんなもハリーポッター見たかしらね。まだ見てない人はあれ見た方がいいわよ。本当にね、いや興味ねえとか思う人いるじゃん。私もね、興味なかったよ、ね、最初は。でもね、見始めるとね、どんどんね、ハリーポッターの魅力に惹かれる。まあそこまで私はね、別にコアのファンでもないんだけどね、まあとりあえずまあ面白いっていうか、まあ、私も一応ね、イギリスに住んでるからね、ハリポタの聖地巡礼をねしたわ。みんなもぜひハリポタ好きでイギリスに来た時はね、ぜひ行ってみてちょうだい。まあ今回はこのペペーションを使っていくんだけどね、いやこのペペーションね、いやなんかメタンコ強いのよね。私は忖度しない人間だからね、ズバリと何でも言うのよね。うん、ズバリ言うわよ、これはね、ほんと強いわ。ただちょっとね、反動の癖がすごいからね、なかなか中距離抜こうと思ったら結構慣れが必要なんだけどね。でもこの時計はね、間違いないわ。まず火の石をつまむという感じね。まず私もついに合格になる時が来たかしらで、えへへへ。おい、やっぱり調子乗っちゃった甘いね。私すーぐね、調子乗っちゃうからね。まあ、そこはちょっと見逃して、いるのが固まってる、固まってますね。いや、お客さん固まってますね。さあ、こっち、いるいるいる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あべ、時計やべ、時計が半端ない。やっぱ今の見てほんと若いでしょ。時計がね、マジで急速がね、半端ないのよ。あれ、この距離でもね、エミリさん使ってるからとか似てるんだけどね。まあ、レートもダメージもね、エミリさんとまあまあ似てるところは、結構ね、使い勝手同じかもしれない。まあ、M1 さんのが反動は優しいんだけどね。ただ機動性はね、ペペー社の方がね、メタンコ上だからね、こっちも強いよ。みんなもぜひね、使ってみて。そしてさらにレジェンド名声持ってる人はね、叫ぶの、こういう風にね、ダンブルドア先生っていう風にね、やったわね。さあ、こっち来てるわね。いや、あ、待って、いや待って、これどんだけ腹痛いの。待って待って、さっきからずっとなんかスワームとかなんか出てんだけど、ちょっと待って、こいつまず買ってんの。上から買って、オッケー。1キロ2キロ当たっていくからの、まだいるわね。これポイント取っていくか。さあ、私のままどこかしら。あ、ちょっと待って、アップで、この腰上精度、まあ、これはきついかな。さあ、この GG エイドを見せたこの裏取りをね、ちょっとやっていくかしらで。さあ、入れる。うわ、牛の神神楽、あぶねあぶね、飛距離がちょっと短かったわね、牛の神神楽はね。さあ、こっち見ていくかしらね。入れる、1キロ勝っても2キロ4立てしていく。なんとか、後ろいたー。 UAV とかし、あ、待って、マジか、マジ、 EMP とかマジか、ちょっと待って、これ敵メタンコ、あー、いや、火力的にはね、もう負けてないと思うんだけど、別で負けてる感じが、1キル買ってんの。さあ、敵は、ね、中に入らせないわよ。いや、これ待って、これ敵が死んでくれてるわ、ね、こいつまずカットしていって、ね、あー、M が暴ってる。いや、急げ、急げ、急げ、みんな次の機で急げ。もう次行ってるよ、次行ってるよ。これやばい、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 待った、また、あと6秒。いや、間に合うか、あれ、こいつ買って、いける、まだ間に合う、まだ間に合う、いける、あー。いや、こっちみんな、いやー、ちょっと待って、腹痛メタンコいたんやけど、これって相手腹痛なければ絶対勝ってた。私ちょっと待って、見ていこうかしらね。味方は腹痛いないと、敵が、腹痛腹痛腹痛ゴミうんち、一遍死んでみる、一遍死んでみる。高評価チャンネル登録お願いね。はい、2戦目も見ていこうかしら。いやー、さっきは腹痛にね、メタンコギターコンされたからね、今回私はでも許さないわ。大暴れしていこうかしらで、ね、マップは最近お得意の8円だね。ここはね、マジね、核取りやすいからね、狙っていくわよ。もうさっきの腹痛部隊にはね、ちょっとね、残念ね、負けたりした。なんかチャンピオンシップでどうしても勝たないといけないなら腹痛使っても全然いいと思うんだけどね。
なんでこの通常マッチランクまで2つ違うのかしらね。私にはちょっとゲスないわ。まあわかるのよ、武器世界ランカー維持したいとか世界ランカーになりたいとかね、ならないのちょっとわかるんだけどね。でもそうでもない人が複雑化って何本当にね、言葉が失うわ。もう何しか言えないわ。まあいいわ、ここで何か言っても何も変わらないから私はゲームに集中していくわ。さあ裏を取っていこうかしらね。拠点をね守っていくわ。まさに実践がしてるわ。さあこっち完璧に完璧に取るでもね、1キル2人目買って、そして3人目買っていき、そしてまだいる、待って、ぐるぐるぐる、たまきれが、たまいや、相手のレレレが早かったわ。ちょっとエイムが落ちてなかったわね。さあこうやって見ていこうかしらね。味方、私も任せます。 OK、 ナイス。他のケンティックアーマー開きまして、さあこいつを買っていきの、まだまだこっちいるかしらね。いやこれリスクも変わってるわね。裏に変わって、ちょっと待って、裏取られたらちょっと怖いわね。こっち見てこっちだ。いや待って、日の神神楽出してきて、 OK、 ナイスカット。これちょっと上に登っていいか。こっちからねやっていくとね、マジでね気持ちいいので、ここね誰も気づかないのよ。ここ私だ、秘密基地よ。さあ誰も気づいてない、誰も気づいてない。いやーこういうのよ、来た来た来た、次の汽車来た来た来た。さあどんどん買っていくよ。ちょっと返し満たしていく。いやーこれは申し訳、あれちょっと見えない、四角なんだけど、あれれ、ちょっと早すって出すこと早かったかしらね。いや私ソウルじゃないから、そこはね注意してね。いや来たわね。いやーイージーに切れていけばね。いやーこれ、あ、早い早い、玉切れしたー。いやほんと最近プレイヤーの足がねスタンコ早いからね、エイムがね合わせづらいんだよね。いやお前がエイム下手くそだけやん。はい、通りです。まあそれでもね1対1ちゃんと勝てちゃうんだけどね。さあこっちからね見ていくわ。どんどこどんどこ買っていこうかしらね。こっちから中央からね隙間産業でやっていくわよー。あれいない、どこ行った？いや、これ。ちょっと味方、いけるか？オッケー。ナイスカバー味方。さあ、もう第二拠点すぐに行っちゃうよ。これ取られちゃうって固められちゃうってね、マジで取れないからね。オッケー、ナイスキル。あと24ポイントで、私たちの勝利ね。あと21ポイント。あと20ポイント。これは結構イージーゲームだったかもしんないよね。さあ、このまま、ポイントに入って、どん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 ガッツリムックに。うおぉ！味方後ろいたやないか。グレン投げてる暇があるなんで、銃持ってあれやらなさいよ。ほんと、何やってんの？いやあと13ポイントで私たち勝利。長引きそうね。ちょっと待って。こいつはまずハッとしていいの？オッケー。からのこっちリスポーン変わってるから、多分敵が気づいてないうちにこっからね上がっていこうよ。まず端っこ、片待ち番をキリしていきまして。そしてこっちを、さらにカットしていきましいの？オッケー。あー、マブチー！ちょっと待って。これやばい、やばい。これ耐えろ、耐えろ。第3拠点で。これ待って、敵が結構奮闘してきてるわね。これ、あ、いるるるる、私のポジション返せー。こいつ。いやー、やり返されたわね。ちょっと俺は悔しすぎるわね。いやー、相手もなかなか避けられるわね。よし、9ポイント。これちょっと待って。これ相手に取られたらマジで負けちゃうわ。オッケー、ナイスカットしていく。それこっちを、クリアつ。いやー、無理か。ちょっと弾消えそうね。リロードちゃんとしていきまして。あと4ポイント勝利。こいつ、カットオッケー。カード5キロ3をカットしていきたい。いや、なかなか GG だったわね。いや、ペペじゃ強いわよ。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイケーン。